この男は5人の人を殺害し、複数の詐欺や強盗を行った。シリアルキラー、西口明。全国の警察官が彼を捕まえることができずにいたのだが、とある人物の手によって、西口はあっさりと逮捕された。そう、その人物とは、わずか10歳の少女であった。皆さんどうも、キキョウと申します。先週インスタに今欲しいゲームの一覧みたいなやつを投稿したんだけど、やっぱり今一番欲しいのは桃鉄の最新作かな。去年で発売35周年らしいから、僕が生まれる前からあるゲームなんだけど、これまでソフト4本分ぐらいやってきたかな。でもガチ勢で全部やってきたっていう猛者もいるだろうね。このゲームって一般的に桃鉄って略されてるけど、小学生の頃は兄ちゃんと、よし、桃電でもやるか、やるやる、桃電敵を面白いっちゃけどって感じで桃電って呼んでたな。自分も桃電派でしたって人がいたらコメント待ってます。本当は欲しいけど、他の YouTuber さんとかがプレイしてる動画でも見て楽しませてもらおっかな。というわけで、そろそろ本題に入りましょう。日本中で様々な事件を起こしていた連続殺人犯西口明。彼が起こした事件の全容を見ていきましょう。繰り返される凶行。1963年10月18日、福岡県内の山道で二人の男性の遺体が発見された。彼らはタバコの販売員をしており、この日、多額の現金を輸送中に何者かに殺害され、現金を奪われたのだった。だが、この強盗殺人事件、警察はすぐに一人の容疑者へとたどり着いた。そう、その男こそ、警察の読み通りこの事件の犯人であり、ここからさらに事件を起こす。西口明という男であった。カトリック教徒の裕福な家庭で生まれ育った彼は、高校生の頃に道を踏み外してしまい、恐喝や強盗などの犯罪を犯すようになっていった。そして20歳の頃に獄中結婚をすると、出所後には3人の子宝にも恵まれたのだが、犯罪に染まった思考が変わることはなく、その後も何度も警察のお世話になっていた。そして西口は37歳の時、福岡県内の山道でついに殺人を犯したのだった。二人の男性を撲殺して手に入れた大金、その使い道は愛人に貢ぐためだったという。そんな理由で人殺すな。すると事件の翌日の新聞には、強盗殺人があったことだけではなく、その容疑者としてすでに西口の名前が書かれていたのである。するとこれに焦った彼は警察に対し、自分が犯人であると認めた内容と、その殺人を悔いて自首をすると明記した一通の手紙を送った。そして西口は東京へ向かう船に乗り込み、そこの甲板に自分の所持品や遺書を置いて海に飛び込んだように偽装したのだった。そのため警察は海中の捜索などを行ったのだが、西口の遺体が発見されなかったことから、死を偽装して逃亡を続けていると判断した。そして西口はその頃、静岡県にあるとある旅館に宿泊していた。黒縁のメガネをかけ、立派なコートを羽織ることで大学教授になりすましていた彼は、いや、それでなりすませるんかい。宿の女将とその母親とすっかり打ち解けて仲良くなっていた。すると翌月の11月18日、西口は再びこの宿を訪れ、自分を信用して心を許しているおかみとその母親を殺害し、金品を奪って逃走したのだった。その後彼は弁護士になりすまし、
東京や北海道で詐欺事件を起こしていた。だが弁護士バッジなどがなかったため、東京で暮らしていた高齢の弁護士を殺害して彼から弁護士バッジと現金を奪い去ったのである。もうやりたい放題だね。だが当然警察も一刻も早く西口を逮捕するため、彼を史上5人目の重要指名手配被疑者に指定したのだった。するとこの翌年、西口は思わぬ形で逮捕されることになる。訪問者の正体。福岡でタバコの販売をしていた二人の男性を、静岡の旅館ではおかみとその母親を、そして東京では弁護士の男性を殺害した西口明。そんな彼が次の標的にしていたのが、熊本県にある龍岩寺というお寺の住職、古川大龍さんであった。実は西口は福岡刑務所に収容されていた頃、偶然講話に訪れていた大龍さんを目撃していたのである。そこで彼の活動などについて詳しく知った西口は、1964年1月2日、熊本県まで大龍さんの元を訪れた。正月早々訪れんな。すると大龍さんが行っていた冤罪で捕まった人を助ける活動に自分も弁護士として参加したいと訴えたのだ。この西口の提案を心よく受け入れた大龍さんは彼を自宅に招いたのだった。だが西口の姿を一目見た古川家の次女瑠璃子ちゃんが突然家を飛び出していったのである。彼女は一体どこへ向かったのか。実は彼女の同級生には西口明と名前が一文字違いの生徒がおり、そんな些細なことから瑠璃子ちゃんは西口の手配書を鮮明に記憶していたのである。そう、彼女は家を飛び出して手配書の顔写真を確認しに行っていたのだ。そしてあの男が連続殺人犯で間違いないと、そう確信した瑠璃子ちゃんは急いで自宅に戻り、家族にこの事実を伝えた。すると初めは相手にされなかったのだが、本気で訴え続けるその様子にもしやと思い、手配書の写真と照らし合わせた結果、大龍さんも彼が指名手配犯の西口明であると確信したのだった。だが正義感の強かった大龍さんは西口をそのまま自宅に泊めることにしたのだ。そして彼が寝静まった頃に警察に知らせ、その翌朝自宅を包囲してた警察官らによって西口明はついに逮捕されたのだった。その後の取り調べで西口は大龍さんとその家族を殺害し沖縄に逃亡するつもりだったと話している。そして裁判では当然のごとく死刑の判決が下ったのだが、なんと大龍さんはそこから刑が執行されるまでの2年間死刑囚となった西口に寄り添い続け、彼の子供の学費まで援助していたという。こうして1970年12月11日西口は大龍さんに感謝の言葉を残し、絞首刑によって44年の生涯に幕を閉じたのだった。はい、どうだったでしょうか。熊本県に住んでいた親子のおかげでこれ以上の被害者が出ないで済んだんだけど、瑠璃子ちゃんも大龍さんも二人ともすごい完璧な対応だったね。でもそれにしても自分と自分の家族を殺害しようとした男に慈悲の心を持って接するってのは少なくとも僕には無理だな。最後は更生したのかもしれないし、それはすごいことだと思うけど、5人の人の命を奪った西口はどれだけ更生しようと地獄へ落ちるべきだと思うんだ。